経過報告を行います、高木和夫さんの人生光っていう、これ身体障害者に送る歌ってことで渋い演歌です。これはこの表情すごいいいです。姿三四郎の白虎ですね。主題歌ですけど、これセガサタンの替え歌でも有名です。高木翔平さんのパラレラボタニカの7インチですね。これ買おうと思ってなかったのがちょっと見つかったんでしまいました。これ最高です。この最近出たモイディアロー A チーム7インチですね。これも全部買ったお店にお金が行くっていうのはすごい素晴らしい意味のあるデコだと思います。新田純一のホップステップアイっていうやつですね。これこの裏のやつがかっこいい、なんかいいですね。聖子ちゃんの瞳はダイヤモンド、これまあ中期ですよね。この辺も、まあ、嫌いじゃないけど髪型がちょっと渋いです。大きいやつなんですけど、これハードオフで100円で見つかったというんです。吉野美代子さんのライブバースで、これ100円っていうのは結構僕の中でビクッときましたね。ちょうど最近買ったばっかだったんで、この人のちょっとやばいです。かなり揚げなが入ってる Nu Emotions EP っていうテクノですね。ジャケが可愛いっていう、フリークビートっていうやつで、これハウスですね。ちょっと攻撃的なハウスですけど、渋くて好きです。これヒップホップですね。彼のタイトルにもなってるんで買ってみたんですが、ちょっと僕にはかっこよすぎたかなって感じですね。これに関しては、ちょっとごっついヒップホップでしたね。トリスコっていう、これもハウスなんですけど、これミドルテンポで結構これも渋めな音でかっこよかったです。これいい感じです。バレリアのボリューム5っていうことで、これもまあハウスなんですけど、結構渋めな音作りでこう良、かったです。またジグザグですね。これジグザグはやっぱりあったら買っちゃいますね。これくらいのちょっとやっぱ硬質で、かつこの安定感のある感じ、腰の座った感じっていうのが僕好きです。これも Going Out of My Mind ってことで、まあタイトルもいいんですけど、こう上げまくってるテクノですね。これも、これ鉄拳ですね。これジャパニーズハードコアですね。これかっこよかったです。結構乾いた感じのハードコア。トゥモローですね。これ目のジャケットですけど、これ結構早いテクノでしたけど、テクノ中でも黄金の中で結構好きな。SEOPR ってこれ、まあレーベルがいいですね。チルオソフィーミュージックっていうところなんですけど、これレーベル、ここのやつ好きで、やっぱり綺麗な女性の方のボーカル系のが結構多いですけど、これここのやつは僕結構好きなレーベルがいいですね。ザ・ホーン
ペットカークォーターっていうクォーターっていうテクノス、ね、でも結構腰の座った、やっぱこう腰が座ってたり渋い系のテクノとかがすごい好きなんで、これはでこれ結構カッティングのギターがちょっと愛されしてかっこよいですね。これも結構テクノですね。これはこれもかっこよかったですね。うん、あの結構早めなんですけど、早めの中でもその中にもそのあの軽くなりすぎないというか、やっぱ渋さがあるというか、これが結構ハイエナジーっぽい感じが入ってているハウスですね。結構ガチンコな感じなんですけど、うん、でこのジャケのこの、まあ、ギター弾いてる恐竜みたいなのがまたかっこいい。クリテーションのルーツシャネルって、これなんかタップダンスっぽいものをサンプリングしてやってて、これ結構かっこよかったですね。エレクトーン H89 ということで、エレクトーンを少女が、少年少女たちが弾いて、それの発表会の音源集ということで、これうまいっすね。普通にうまいし、ただこのライブ音源ということで、その会場の雰囲気も相まってすごい良かったです。シブカっていう、このこういう名手なんですね、パイプオルガンじゃなくて、ね、これすごいかっこいいです。あの1曲目がすごい早弾きしてて踊れる感じで最高です。でキャペグデサルアベトアバアバートっていう、これブラジルのやつなんですけど、こう踊れる感じが、でこう サンバじゃないけどブラジル感がある、マーチみたいなちょっと入ってるようなオーケストラレーションがちょっとある。このジャケットがまたかっこいいし、またこう時代感がすごくあって、ブラジルすぎないっていうのがこれかっこいいです。ワグナーティソっていうやつなんですけど、これローファイのロックが入ってるこのブラジル音楽ですね。これはすごいかっこよかったですね。こう垢抜けてない感じがまた良くて、でこうちょっとこう変態ですけど、変態具合がまたちょうどいい、ブラジルの変態っていうのがすごい。これサラボーンですね。これサラボーンのこの声好きですね。うん、エマーソン・レイク・パーマーのブートバランスね、これもまあ100円だったので、結構この辺のプログレは僕は好きです。イクエちゃんのイクエ自身っていう、これあのカラーレコードで緑色の、これかっこいいですね。かわいいらしい感じ。証券ですね、これもかっこいいですね。ジャケも一番かっこいい時期かもですね。この人のやっぱりライブがまた見どころではなくなりました。後ろ指刺され組の、最初のアルバムですね、一番目のアルバムですね。この人たちはもうずっと好きですね。この人たちの、まあ、おにゃんこ世代のこの人たちが結構都合ですね。黒ですが、足に向かって足ですね、うん、まあ一つ一つちゃんと集めていこうっていう感じで、 A ちゃんのライブ版ですね。これはあの曽我部健一さんが私の100枚の中で推してて、このライブの時の MC がまたかっこいいっていう、これはいいですね。メインソースの12インチですね、これ、うん、メインソースはあの僕ヒップホップ結構好きですけど、多分上位に入るこの人たちの曲は好きです。
パシフィックステージっていうか、もうすごいド変態なテクノですね。ジャケからしても、ね、すごい、ものすごいですね。バリー・ホワイトのライブ版ですね。これ、あの前、福島行った時に、リサイクルショップで行ったら、買おうと思って取っといたのをどっかのおじさんに買われて、で、まあ、へこんでたんですけど、これはライブ版っていうことで、まあでもライブ版も最高でしたね。工事長橋ブラックフォニックスって、これあの、新潟は長岡の方々が作った、結構最近できた EP、2006年ですか。アンビエントが入ってるテクノで、渋くてかっこよかったですね。これ、イオさんなんですけど、この人の、これ、尾崎亜美さん作詞、作曲してるんですよ、これがね。これが最後です。やっぱり、そこの情報がやっぱり手がかったと思います。LDJ って、これ、まあ、これも上げ目のディスコっぽい感じのやつですね。10人シングルの、マクラム・ジェイ・ヒルっていうやつ、ピンク・レディのライブ版ですかね。これまあ、この時期のこの方々はすごいですよね。だけこの楽曲も普通にかっこいいと思います。アイアン・ギランバンドって、これ結構ドイツ系のバンドっすね、うん、プログラムちょっと入ってて、かっこいいです。滝川ひろみさんですね。これお顔が素晴らしくセクシーですけど、7インチ持ってて異形だったんで、これもいいなと思ってます。シンクロニシティのセカンドシーズンですね。これ日本のヒップホップですけど、これもかっこいいですね。この時代のヒップホップっていうのはなんか筋が通ってるっていうか、渋くてかっこいいですね。ちょっとウォーターダメじゃないですか。ポインターシスターズのノーエキサイテッド、これジャケ買いしたんですけど、かっこよかったですね。この声が良かったですね。でこのソウルっぽい感じでグッときました。ワムですね。ワムはまあ、クリスマスソングが有名ですけど、この辺の時代のこの方の、普通にこうダンサブルで楽曲のクオリティがすごい高くて、ワムはそのクリスマスの曲だけ、ラストクリスマスだけじゃねえなっていうのは僕は